べてアポを作ってもらうのは難しいので、まあ、ちょっと大きくなってきて、食べる量も増えたので、お休みの日にこう。職場環境を変えるためにやるの。わかった。で、去年アンケート調査したのね。そしたらやっぱりこんな風にミーティングして、女性が何悩んでるか、やっぱり聞いてほしいっていうのがある。だからやることにしました。はい、じゃあそっちから。はい、私。みんな食べながらね。どこの校長かで、忙しいので、私があの子供2人を朝保育園で帰ってから全部家事やってってことやってる。一人でやってます。人数率ね、親御さんが回覧板回せる範囲に死んでるっていうの、これちょっと生かせばなんとかなるかなって思いましたけど、この教科も、まあ、小学校までなので、まあ、中学生になっちゃえばそれは当然そうなんですけど、ね、それで私のうちは、まあ、合宿所みたいな状況の時もあったね。女性職員同士で子供を持っている者同士ということで割と本音の話ができたのではないかなと思います。話しやすい雰囲気でいろいろな話ができてよかったと思います。このぐらいの年代で子育てとか悩んでいる世代の方々にお話を聞いて、まず何が課題なのかね、聞いてみないと、やってみたいと思ってます。はい、まず意識改革からですね、やりたいです。これそれはもう全部社会全体ですね。